ロダンのカレーの市民、カレー、フランスカレーの市民は、オーギストロダン作の著名な彫刻の一つで、1888年に完成した。カレーの市民は、100年戦争時の1347年、イギリス海峡におけるフランス側の重要な港カレーが、1年以上にわたって、イギリス軍に包囲されていた際の出来事に基づいて作られている。 イングランド王のエドワード3世は、クレシーの戦いで勝利を収めた後カレーを包囲、フランスのフィリップ6世は、何としても持ちこたえるように、カレー氏に指令した。しかし、フィリップ王は、包囲を解くことができず、飢餓のためカレー氏は幸福交渉を余儀なくされた。エドワード王は、死の主要メンバー6人が、自分のもとへ出頭すれば、死の人々は救うと持ちかけたが、 それは6人の処刑を意味していた。エドワード王は6人が、裸に近い格好で首に縄を巻き、縄文の鍵を持って歩いてくるよう要求したのである。彼氏の裕福な指導者のうちの一人、ウスタシュド・サン・ピエールが最初に志願し、すぐに5人の市民、ジャンデール、ジャック・ドビスさん、ピエール・ドビスさん、ジャン・ド・フィエンヌ、アンドリュー・ダンドルが後に続いた。彼らはズボンまで脱いだのである。 サンピエールを先頭に、野生を衰えた6人は縄文へと歩いた。まさにこの、敗北、英雄的自己犠牲、死に直面した、恐怖の工作する瞬間を、ロダンは捉え、強調し、迫力ある群像を作り出したのである。ロンドンのビクトリアタワーガーデンのカレーの市民。フランスの法の下ロダンの死後この作品は12件しか鋳造されなかった。ロンドンのものは、 1911年に英政府がそのうちの一点を購入したものである。歴史的には処刑が予測された6人の命はエドワード王妃、フィリッパ・オブ・エノーの嘆願により除名された。彼女は生まれてくる子供に殺戮は悪い前兆となると言って夫を解き伏せたのである。この作品は1880年、カレー市長により町の広場への設置が提案された。 通常なら戦勝記念のモニュメントだけが建設されるが、フランスは、不仏戦争の敗北で、破壊的被害を受けており、若者の犠牲を表彰することが絶望されていた。しかし、ロダンの作品は、論争を生じた。市民を英雄的表現ではなく、むしろ陰気で疲れ切った姿として描き出したからである。ロダンの意図では、このモニュメントは鑑賞者と同じ地面の高さに展示する。 こととされていた。これは彫刻作品を伝統的な高い台座の上ではなく、地面に直接置いたという点で革新的であったが、ロダン死後の1924年まで、カレー市議会はロダンの意図に反して像を高い台座上に設置し続けた。世界各地にあるカレーの市民は場所によって人物像を一つずつ展示してある場合と、台座の上で ひとまとまりの群像になっている場合とがある。台座の上に乗っている場合もあれば、地面の高さに展示してある場合もあり、少なくとも一つはわずかに沈み込んで、台座の上面が地面と同じ高さになっている。オリジナルの鋳型から作られる像のエディション数は12となっており、すべてのエディションが1995年までに、鋳造され各地の施設や美術館に収められた。 エディションの一番目は、現在もカレー視聴者前にある。その他のエディションは、以下の場所に展示されている。カレー視聴者コペンハーゲンのニーカールスベルグ、グリプトテック美術館ベルギーマリーモンの王立、マリーモン博物館ロンドン、ウェストミンスター宮殿のビクトリアタワーガーデン、フィラデルフィアのロダン美術館パリのロダン美術館、バーゼルのバーゼル私立美術館ワシントン DC の、 スミソニアン博物館のハーシュホーン博物館と、上国の庭東京の国立西洋美術館、カリフォルニア州パサデナのノートン・サイモン美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館ソウルのサムスン、芸術文化財団、ロダンギャラリーその他、完成作の前に作られた試作や収作は、以下の場所にもある。ありがとうございます。